どうも、ジャクロでございます。ヘディング王決定戦予選ラウンド。ということで、今回はディフェンダー編の、第4回目ですね。はい。で、この企画はですね、ヘディングが強い選手の特徴を分析するため、この企画ですね、開催しております。で、コーナーキックの成功率ではなくて、ヘディングの成功率を検証していきたい。そんな企画でございます。今回はですね、デリフト選手と、キャンベル選手、この二人がね、チャレンジいたします。で、ルールや、注意事項に関してはですね、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらの方も、ご覧になってみてください。では今回ですね、ディフェンダー編最後に、なりますので、ぜひね、ご覧いただければなと思います。それでは早速、チャレンジの方を見ていきましょう。まず一人目はですね、デリフト、身長が188センチ、ヘディング98、ジャンプが98、フィジカルが99。はい、身長はですね、まあ、少し低め、まあ、センターバックにしては少し低めなんですけども、まあ、数値的にはかなり、前回のね、ミナ選手と変わらないぐらいの数値ですね。ただまあ身長が7センチぐらい、差があるので、まあ、その辺がちょっとね、どうかなというところですね。はい。ということで、1回目行ってみましょう。さあ、どうだ？さあ。おー！さあ、2回目行きましょう。さあ、どうだ？おー！いや、なんか少し重たい感じはするんですけど、まあ、高さがね、十分出てるので、まあ、非常にいいですね。体も負けないですしね。うん、素晴らしい。では、最後行きましょう。おー、素晴らしい。いやー、素晴らしかったですね。非常に高さが出て、まあ、ちょっと抜け出し方はね、そんなにいい動きではないんですけど、やっぱりフィジカルの強さとジャンプ力ですごくカバーしてるのかなっていう印象ですね。では、右側行きましょう。さあ、パーフェクトなるかな？まあ、意外にいきそうな気はしますけどね。さあ、1回目いきましょう。さあ、どうだ？おー！いや、素晴らしいね。今のはいい抜け出し方してましたね。さあ、2回目いきましょう。おー、長距離。いや、今の失敗したんですけどね、上げるの。すごいな。長距離のヘディングシュート決めてくれましたね。さあ、ラスト。行きましょう。パーフェクトなるか。デリフト決まった。いやー、パーフェクト出ましたね。すごい。いや、素晴らしいです。さあ、続きまして、キャンベル行きましょうか。さあ、ではですね、続いてキャンベルの挑戦ですね。身長が188センチ、ヘディングが91、ジャンプが90、フィジカルコンタクトが99となっております。さあ、まあ、キャンベルはね、どっちかというと、まあ、守備の時のヘディングの方が強い印象ありますね。攻撃に関してはやっぱり能力的には劣ってるんで、高さもですね。まあ、ちょっと厳しい気はするんですけど、まあ、それでも体が強いので、まあ、そこ楽しみにね、していきたいなと思います。さあ、1回目行きましょう。さあ、どう？おー、うん、なんかそんなに動いてる感じはないけど、やっぱ体の強さが出ましたね。では2回目。さあ、どうだ？あー、惜しい。さあ、ラスト行きましょう。さあ、どう？あー、素晴らしい。いやー、素晴らしかったですね。いやー、ちょっと一回外したのはね、もったいなかったですけど、まあ、ポテンシャルは十分に感じましたので、次右側行きたいなと思います。さあ、ではね、右側、ここがね、なかなかパーフェクト出せる人いないんでね。さあ、1回目行きましょう。どうだ？いい感じだぞ。あー！いやー、今素晴らしいポジショニングでね、シュート打ってたんですけども、やっぱりここはヘディングの数値の差が出たかなっていう感じですかね。いや、惜しかった。さあ、2回目行きましょう。さあ、どうだ？おー！それでは最後決めていきましょう。柔らかくニア！オッケー！
いやー、素晴らしかったですね。まずデリフト。デリフトはまあ数値の通りね、素晴らしい、ポジショニングと高さで、まあ、コントロール、ね、ヘディングのコントロールがしっかりできているので、まあ、パーフェクトにつながったのかなと思います。まあ、身長はそんなに高くないんですけど、まあ、ジャンプ力でね、すごくカバーできている部分があったので、いやー、強かったですね。はい。で、続いてキャンベル。キャンベル、数値的にはね、そんなに他の選手と比べても、そんなに大したことはないんですけど、いや、謎の強さがありましたね。まあ、成功はね、ちょっと少なくなってしまったんですけども、まあ、その辺はね、ヘディングの数値がやっぱり関わってくるのかなというところですね。いいポジショニングで、ヘディングをするところまでは、まあ、キャンベルは一番、まあ、苦労しなかったですね、全選手の中で。まあ、その中でヘディングのコントロールっていう部分では少し劣ってたのかなっていう印象ですね。ただまあ潜在能力、ヘディングに競り勝つっていう部分ではまあかなり強いかなっていうところですね。はい。ということで、ディフェンダー編ね、予選ラウンド一旦これで終了でございます。はい。で、次はですね、まあ違うポジションの選手をでやろうかなと思います。まああとはまあ中盤の選手何人かとフォワード陣ですかね。はい。まあ、そこを一旦やってしまって、まあ、ちょっと選んでいきたいかなと思います。それ、ディフェンダーから選ぶのか、まあ、全体から、選ぶのかはちょっとね、今考え中なんですけども。はい。とりあえず、ま、ディフェンダーはね、これで終わりです。で、他にもね、選手いるんですけども、まあ、一旦一周してから、他にチャレンジャーという形で、新しい選手は追加していきたいなと思います。では、最後までご視聴ありがとうございました。次回もウィニングイレブンアプリ2020で会いましょう。さよなら。